ゼッケン10番埼玉県羽生協会箱森正人選手です。3年前手持ち岡山大会でのジャパンカップに参戦デビューしました。この方は T1 で出場するのが初めてなので楽しみです。またコメントいただいております。20番昭和学院高校松戸市加入協会山本圭吾選手です。世界の山本です。コース間違えないように頑張りますとコメントいただいております。ゼッケン6番江戸川ダックカヌークラブ大菊 OC1 クラブ加納正彦選手です。ゼッケン8番滋賀県立大学ジャヌーブ山川雄之介選手です。滋賀県立大学ジャヌーブ員です。毎日琵琶湖でワイワイカヌーを楽しんでいます。無事漕ぎ切れるように頑張りますとコメントいただいております。
県11番奈良県カヌー協会東雄武選手です。温泉入って帰りますとコメントいただいております。岐阜県14番岡山県カヌー協会野上俊樹選手です。15番鹿児島県カヌー協会宮川亮太選手です。最後まで頑張りますとコメントいただいております。ダブル C1 提示しました。ダブル C1 提示しました。県17番チーム松戸市カヌー協会中島真人選手です。久しぶりの岡山なので楽しみますとコメントいただいております。
県22番福島県カヌー協会杉原健二選手です。ゼッケン24番中部サンマルカヌークラブ加藤哲平選手です。優勝目指して頑張りますとコメントいただいております。ゼッケン1番黒糸カヌークラブ後藤沙代選手です。初めてのジャパンカップなのでチームの最後まで頑張りますとコメントいただいております。戸田建設株式会社岡崎遥選手です。